ローストフトの海戦は、第二次英乱戦争における海戦の一つで、イングランド艦隊と、ネーデルラント連邦共和国艦隊が1665年6月13日に、現在のイギリスローストフト沖で衝突した。第二次英乱戦争が勃発すると、それぞれの陣営は、海軍編成に乗り出した。イングランドは、国王チャールズ2世の弟で、 海軍教のヨークージェームズが、カンバーランド港ルパート・サンドウィッチ伯爵エドワード・モンタギューと協議して、船の戦列を単獣人として、決して離れないことなどを打ち合わせ、5月初旬に109隻の艦隊を率いて出撃した。対するオランダは、ヤコブ・ファン・バッセナール・オブダムを司令官、ヤン・エベルト・セント、コルネリスト・ロンプをその下につけて103隻の艦隊を、整えた。 5月は小競り合いに終始したが、6月11日にイングランド艦隊はテムズ川川口から北へ進み、イングランド東部のローストフトに停泊した。オランダ艦隊はその日のうちに現れ、2日間風上を狙いつつ牽制した末に、両軍は13日に交戦した。イングランドアルパートがロイヤル・ジェームズに乗り戦闘の白色艦隊を指揮、ヨーク港は、 機関ロイヤルチャールズに乗って、中央の赤色艦隊を、サンドウィッチは、プリンスロイヤルで、青色艦隊の指揮を取っていた。風は、南西で、イングランド艦隊は風上を取りつつ、北上、オランダ艦隊は北西に進み互いに砲撃、接近したオランダ艦隊が南へ反転して戦闘が、イングランド艦隊の後列と並ぶと、ヨーク港は、反転を命じ、オランダ艦隊が、 まだ反転を完了していない中で素早く急展開して接近戦を挑んだ。この反転で艦隊の順番は入れ替わり戦闘からサンドウィッチ・オーク校、ルパートとなり、サンドウィッチはオランダ艦隊戦闘のオブダム機関を相手取り、ヨーク港が救援に向かい交代するとオランダ艦隊の列に割り込んでいった。ヨーク港のロイヤル・チャールズは オブダム機関や戦闘艦隊と激戦を繰り広げ、イングランド艦隊が次々と援軍に駆けつけたのと対照的に、オランダ艦隊の後続艦は機関から離れていき、ロイヤル・チャールズの砲撃で機関は爆発して、オブダムは戦死、エベルト戦が指揮を引き継いだが、劣勢を覆せず、オランダ本土のロッテルダム郊外へ敗走、トロンプは戦場に止まり戦っていたが、 本隊の配送を受けて、セルを目指して離脱していった。イングランド艦隊は一隻と300人から500人を失っただけで、被害は少なく、オランダ艦隊に17隻、死者2000人から2500人、捕虜2000人もの大損害を与えて、大勝利を飾った。しかし、戦後の会議で、 王位継承者であるヨーク公を危険にさらすわけにいかないというチャールズ二世らの判断でヨーク公は以後戦場に出ることはなくなりイングランドで後方支援に回されたルパートとサンドウィッチは海軍に残ったがサンドウィッチは不正疑惑でスペイン大使に転属かつて海軍を率いていたアルベマールージョージマンクがイングランド海軍に復帰したオランダは 海軍の再編成に全力を尽くし、オブダムの後任として、ミヒールデロイテルを司令官に任命、翌1666年に反撃を試み、イングランド海軍と再び先端を開いていった。ありがとうございます。